お願いします。髪質良さそう。そう、ツルンツルンだね。今おいくつなんですか？31です。どうでした木村さん、評判は？あ、評判良かったです。良かったでしょ。はい、ありがとうございます、はい、ちょっとアイドルみたいな。やっぱりでも切ってもらった瞬間と、はい、なんていうか次の日の朝とか以降は、はいはい、ああいう風にならないっていうか、あ、それが難しいなって思って、はい、自分で例えばそのドライヤーかけれないとかいろいろスタイリングできないじゃないですか、はい、まあ、それ想定して切ってるんで、はい、ありがとうございます。そう、何もできなくてもかっこいいようになって。ありがとうございます。全然大丈夫です。大丈夫です、はい、ちょっとおしゃれアスリートになって。あ、すいません、はい、ちょこっとまた濡れちゃいます。はい、お願いします。前撮ってたらマイクをこっちにカメラを置いてマイクこっち向いてたんですよ。で、僕らの声もそうなんですけど、もうマモルさんの声がもうめちゃくちゃ入ってて、一番でかく入ってて、今回はちょっとマイクにちょっと変えましょう。角度で全然違うんですよ。そうなんですよ。編集も自分でやってるんですか？そうなんですよ、僕。え、めっちゃ大変じゃないですか？企画、演出、出演、編集、全部一人で理由です、はい、プロに頼んでるわけじゃないんですか？そうなんですよ。もう大変ですね。そうなんですよ。まだ YouTube で全然収益上がる、あ、収益化はなってるんですけど、はい、その人にやってもらうほど発注できるほど その収益上がってないんで、あ、全部自分でやってます。木村さんの YouTube 計画は？木村は、いや、全く何も進んでおりません。木村さん YouTube やったら絶対いいと思う。いやいや、ネタをそんな日々持ってないです。木村さんの多分この発する言葉とか、はい、いつもの通りの、あと Twitter とかで質問をこう募集して、はい、視聴者さんと質問に対して木村さん答えていくみたいなのを定期的にやるっていうかね。なるほど、うん。あれからトレーニングはしてたんですか？あ、一応してました。あ、そうなんですね。はい、プールですか？プールとジムと両方行って、でも間に合わなかったかな。間に合わなかった感じでした。そうなんですか？はい、もうちょっとバキバキになって納得はずだったんですけど。あ、そうなんですか？はい、だからこう自分のこう体つきってなんか感じるんですか？風呂上がりに体重測って体重見て、はい、それぐらいかとか思って、まあ、そうですね、体重で仕上がり具合を眺めてる感じなんですけど。あ、そうなんですか？はあ、ベストは何キロですか？69ぐらい欲しいんですけど。69キロ。ちょっと昨日の時点で 8.7 しかなかったです。 あと 300g ですか？そうなんですよ。あ、でも、ね、やっぱそこが 300g でだいぶ違うわけですか？あ、なんかもう体重落ちるとちょっと違うなっていう感じはありますね。体重落ちるイコールその筋肉量が減ってるっていうことなんで。なるほど。で、300g ちょっと鶏肉かなんか買ってきてそうじゃん。まあでも最後のそこの数百グラムって本当なんか水分なんですよ。あ、そうなんですか？はい、水が入ってるかどうかなんで、そこでちょっとこうエネルギーが蓄えられるかどうかっていう感じなんで。じゃ、他のスポーツちょっとやっぱこのスポーツはこう絞っていくっていうね、体重を減らしてその減量するっていう感じで。水泳でも選手によってあれなんで、僕が落ちやすいのでなんかそこをこだわってますけど、太りやすい選手ももちろんいるんで、そういう人たちは絞る方を一生懸命やるし、僕らは増やす方をやる、はい、結構タイプ分かれますね。トレーニングとかしないと何キロぐらいまで落ちちゃうんですか？65とか4とかまで。そんなに落ちちゃうんですか？はい、なんかもう僕食べなくなっちゃうのでトレーニングしないと、はいはい、それで筋肉も落ちるし、うん、まあ食べてもないしっていう感じで。へー、1日何食ですか？今4回ぐらいかな。あ、1日4食？はい、多い時だと5食食べてたんですけど。え、朝何時食べるんですか？朝7時半とか食べて、12時、やっぱ4時ぐらいかな、4時、7時か8時か。その間はやっぱずっとトレーニング？まあずっとじゃないですけど、合間に、まあ、トレーニングの合間に食べてるっていう感じですね。
トレーニングする前にやっぱこうタンパク質を補給するって大事なんですかね、やっぱね。あ、そうですね、タンパク質と炭水化物を入れて、で終わった後もすぐ入れる、うん、なんかその筋肉壊れちゃうのでトレーニングするとそれを修復させるのにすぐ入れるっていう感じですね。そうなんですね。何時に寝てるんですか？寝るの11時半、12時くらい。あ、そんな遅くまで起きてるんですか？そう、夜更かししてるから。で、7時に食べるってことは何時起きるんですか？僕は朝パッと起きてパッと食べれるんで。あ、本当ですか？はい。目覚めがいい。目覚めはいい方だと思います。すぐ食べれるんで。そっか。結構切りますね。周りがね、ちょっと。周りが伸びてますか？はい、上はね、ちょっと長い方が、まあ、可愛らしさが出てるんで。あ、そうなんですか。耳にこう、かかってきちゃった。ああ、なるほど、はい。ちなみに次のレースとかっていつ頃あるんですか？次は、6月？ 6 月かな？ 6 月。はい。ポルトガルに行くんですけど。そうなんですか。それは何の試合ですか？世界選手権が。世界選手権ありまして。世界水泳。はい。へえ、すげえ。それ2年に1回ぐらいあるんですけど、ポルトガルに行きますね。まあ、ちゃんと行けるか分かりませんけど、はい、1回行ったらどのくらいこう滞在するというか、はい、1ヶ月弱かな、3週間ぐらいですね。あ、そんなにいるんですね。そうなんです。試合が1週間やってて、はい、時差調整するのとかも含めて、まあ、直前2週間ぐらい行ってるので、はい、3週間かな。3週間。はい。試合終わったらパッパと帰ってくるからね。もうすぐ帰る感じですか？割とすぐ。試合終わった1日空くことがあるかないかぐらいですね。そうなんですね。はい。じゃあポルトガルのこうなんか美味しい食事を食べに行こうよみたいな。はもう本当最終日の夜ぐらいですね。あ、そうなんですね。 あっても。これあの水泳仲間と。そうですね。ポルトガルって何美味しいんですかね。ポルトガル何が美味しいんですかね。ちょっと行ったことないんで分かんない。小室さん、ポルトガルって何が美味しいんですか。カタツムリ。スペインとかじゃなかった。そうなんですか。カタツムリはフランスでも美味しい。スペインが多分近いんで。あ、確かに。パエリアとか。大変ですよね。なるほど。じゃあほとんどあのスペイン料理。スペイン料理なんですかね。ちなみにお酒は。僕お酒がダメなんですよ。あ、そうなんだ。情けない話で。情けなくないですよ。いやいいと思いますよ。情けない。カップラーメン好きなんですね。カップラーメン。いや、カップラーメンはたまに食べるのが美味しいと思ってます。昔は食べてたんです、いっぱいね。カップラーメン昔は中学生の時とかすごい食べてたんで。あ、マジで。はい。僕中学校寮生活だったんですけど、はあ、寮の晩ご飯って5時ぐらいなんで、すっごい早くて夜すごいお腹減ってます。気持ちいい生活。 ありがとうございます。読んでいただいてありがとうございます。本読んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。なんかあの中で暗くないっていうふうにおっしゃってたのがあったんですけど、暗くないっていうのはこれなんか概念が難しいですよね。僕そもそも見えるっていうのがどういうことか分かってないというか、だから暗いわけでもないというか、難しいですよね。色を説明しろって言ったら僕ね、説明できないし。そうですよね。その概念を持ってないので、うん、なかなか困ったもんです。ビルを生き残ったんですよ。ビルというか建物。あれすごいよね。いや、まあまあそれしかなかったんですけど、ね。でも危ないよね。危ないですね。危ないですよね。はい、ね。若かったというか子供でしたよね。壁より広がったんですよ、多分ね。いやいや、ベランダなので手すりですね。あ、手すりなんだ。はい。なんか読んでいただいてすいません、ありがとうございます。やんちゃですね。今日は体だるいから休もうっていう時はないんですか？休みは週1回は絶対あって、1回もちょっとも運動しない日ってあるんで、だるいなっていう時もまあ休むこともあるかな。どうしようもなかったらっていう感じですけど。意図的に休むんですか？そうですね。あの体のその、まあ、トレーニングの一環的な、まあ、一環というか、やっぱりこう質を上げていかないといけないですし、なかなかこうプール行っても思うように体を動かせなかった時はちょっと今日ダメだなと思って、まあでも休むっていうかプールには行くかな。一応行ってなんか水の感覚はあんまり悪くならないようにして、ハードなことはやらずにも家帰ることはありますね。プールはとりあえずその水には使ってる。そうですね。ちょっと年なので、前はなんか一晩寝れば全然いつでも大丈夫だったんですけど、昨日の練習のダメージ残ってるのとかあったりしたので。一日何千メートルですか？多くて1万3000とか。1万3000も飛
時もありましたね。まあまあ少なかったら本当に2000とか3000とかですけど、1万って言ったら10キロね。まあ多い時ですよ、本当に冬とかで試合があんまりなくて、こう持久力つけたくて距離を泳がなきゃいけないとかっていうのもあるので、そういう時ですけど、結局試合って100メートルしかないので、そんなに十何キロも泳いでるのが直接力になるわけじゃないんですけど、でも基本的な持久力ってたくさん泳がないとつかないので、冬とかは結構泳いでましたね。それは自分で泳ぐって決めるんですか、それともコーチと相談して？あ、コーチと相談してですね。まあ、今度ポルトガル行くじゃないですか、はい、で年間の試合数、その、まあ、国内も合わせてトータルでどのくらいレースがあるんですか？レースは3月にそのなんていうか代表選考会みたいなのをやるんですよ。やってで夏に国際大会があって、で国内の大きい試合があと2つある。だから大きいので大事なので1、2、4つぐらいか、そのしっかりと準備をして出るっていう感じ。あと細かいなんかまあ地域の大会とかがあったりはしますけど、それはまあそんなにしっかり準備してっていうわけじゃないので、まあ、大体年間に1つ大きな国際大会出るっていう感じなので、そこへの選考会と、まあ、国内の大きな試合が2つぐらいっていう感じですね。じゃあ3月のそのレースっていう、国内のレースっていうのはもう、あ、終わりました。はい、もう大体1周目ですね。1周目、はい。代表何人なんですか？代表今年は少なかったの、11、12ぐらいだったかな。そうなんですね。そうですね、まあいろんな障害、僕目悪いんですけど、それ以外の障害とかも含めて11、12人ですね。もうちょっといいのか、もっとちょっとちゃんと名簿見てもう基本あれですよね、いつもの仲間たちみたいな。いやーでもまあ若い人たちも出て、若い人ですよ、結構入れ替わりが、入れ替わりはですね。じゃあ木村さんはもう常にいて、しがみついてるキングじゃないですか。いやいや、しがみついてる今回はね、次のオリンピックが近いですからね。いつもと違って1年短いですね。2年ちょっと先だもんね。そうですね。パリのパラリンピックを見据えて、とりあえずもう今毎日毎日生きていくので精一杯なので一、はい、日一日その日暮らしです。その日暮らしずっとね、年中泳いでますもんね、水泳選手ね。そうですね、夏かねじゃないですもんね。はい、大会が関係ないと思うね、冬もね。それがなんかあれですよね、普通の他のスポーツだったら完全にオフで、またその始まる前にまたトレーニング始めて体作ってみたいな感じですけど、年がら年中なんですね。そうなんですよ、よくないですよね。休みないですよね。あれ、プールって冬は温水なんですか？夏も温水です。夏だったら年中、はい、年中温水。え、夏を温水にしてると何度ぐらいあるんですか？30、ジムとかだと30度ぐらいだと思います。水温が、はい、選手たちが練習するところだと28度とか、ちょっと温度下げてるんですけど、はい、暑くなっちゃうので。水泳で暑くなるんですか？なります、なります。汗ますよね。はい、本当ですか？そこまで泳いだことがないそこまでこう、あ、水の中で汗かいたことがないな。かいてるみたいで、水泳って危なくて、知らない間にあの脱水になってる。まあ、海だったらなんかね、塩水でこうなんかこう浸透圧でこう水分を抜いていくような気がしないでもないけど。キュウリの塩漬けそうそうそう。プールでもね。ジムは多分年中同じ温度だと思う。もしかしたら夏は下げてるかもしれないです。あの外の気温の影響を受けちゃうので、どうしても。プールの水温も高いけど、やっぱ室内プールですよね。室内も温度上がっちゃいますね、夏。だからクーラー入れてるかもしれないです。50メートルのプールって長いですよね。そうですね。大変だよ、またぐらいってね。またぐらい大変ですよ。すごい大変よ。想像ですよね。そう、絶するほどでしょ。自分じゃバタフライやってる気持ちいっぱいなんですけど、全然手が上がってなくて溺れてるみたいに。傍から見たら、だってあれ効率的な泳ぎ方じゃないですもんね、だってね。そうですね、泳ぎにしてはね。あれ誰が考案したんだろう。日本人らしいです。あ、マジですか。作ったの平泳ぎが日本人は得意だったんですけど、膝を悪くしちゃった人が昔いて、痛くない泳ぎ方を考えたらバタフライができたみたいです。で、平泳ぎのルールが最初、両手を同時に動かせばいいっていうだけだったので、普通に平泳ぎするよりバタフライみたいに書いた方が早いだろうって思って
ったみたいなんです、うん、そしたらそれが早すぎて平泳ぎにしては早すぎちゃったのでこれを別の泳ぎにしようっていうことになったみたいな。肉体的には背泳ぎがいいっていうね、あの体にはね、健康っていうか。あ、そうなんですか。あのカイロプラグって腰痛む時にカイロプラグってアメリカで帰った時にできたら水泳やってくださいと、背泳ぎとクロールも蹴ってたから平泳ぎの息継ぎは結構無理が生じると、顔を上げる時ですね。バタフライはとんでもないって言われました。とんでもない。黒さん何種目泳ぐんですか。僕は背泳ぎはちょっと苦手なんですけど、ああクロールと平泳ぎとバタフライはやってますね。メドレーはやらないですか。メドレーも、まあ、やるんですけど、そうです、背泳ぎも一応やりますけど一番穴です、ね、弱い。じゃあ他でこうタイム稼ぐ。そうですね、1日10万メートル以上泳ぐんですって。10万メートル歩くの大変。1万あ、1万です。そうだ、10万じゃない、1万メートルすいません、すいません。そうだ、そうだね、10キロ、まあまあ多い日ですけどね、毎日じゃないですけど。10キロ長、何時間あるからですか。10キロは、いやでも午前中に2時間ぐらい泳いで、午後にまた2時間ぐらいは。あ、2時間で1キロ泳いでるんですね。あの、4時間かな、だから水泳でこう、競技で競ってる時に、はい、隣の人は音で聞こえるじゃないですか。いや、聞こえないです、ほとんど。聞こえないんですか。聞こえないです。もう自分の音も結構ありますし。じゃあもう、相手がどこにいるかわからないです。じゃあもう自分との戦いですね。そうです、そうです。迫ってきたとかっていうのも、こう、もう。わからないですね。想像の世界ではありますけど。コーチの声とかだって。全然聞こえないです。聞こえないんです。はい。ぼーっとしてて他の面入ったことない。あります。結構深く潜っちゃって壁蹴って出てきたらとか飛び込んで浮き上がってきたら隣だったことはあります、ね、そうなんですね。はい、人とぶつかることもあるんですか。あります。どうですか。かわいいっすよ。かわいい。もうあのスイマーからおしゃれスイマーに同い年ぐらいに見えます。あ、そうですか。25なんですけど。恐縮です。この辺の年齢より若く見えるから。そうです。うん、そうですよね。そう。髪傷まないんですか。いや、傷んでると思うんですけど。確かにプールの人ってなんか、ね、そうですね。塩素でどうなってね、よく言いますもんね、はい、そうなってるとは思うんですけど、はい、このまま引き続きですね、はい、メイクの方をちょっとこのまま待っててください。はい、ここでいいですか。そのままでいいです、はい、メイクする時とか今までありますか。なんかテレビの時とかにメイクさんが入ってくださることはたまにあるんですけど、ニキビが多くて隠してください。今までこう何カ国ぐらい行ったことがあるんですか。どれぐらいですか。20弱だと思うんですけど。やっぱこの前見た時やっぱここ体がでかい。やっぱちょっと準備できてますかね。そう、体がでかくなってるから顔がちっちゃく見えます。そうですか。薄着になってるっていう。前真冬だったから。の他に、はい、やったことがあるスポーツみたいな。いや、ほとんどないです。そうなんですか。はい。きついなって思うことってありますか。ずっと思ってます。あ、ずっと思ってるんですか。でもきついきついの連続ですか。連続ですね。続けるモチベーションはやっぱりヒーローになりたいっていう。どうやろう。もうなんか取りつかれたようにやってたんで、それはもうやっぱ好きという感覚もあるんですか。好きというか、なんか囚われて宿命的な、宿命的にやってましたね。じゃあポイント割る行って金メダル取って取れんのかな。その世界水泳とかで、はい、いろんなまあ大会あるじゃないですか、はい、まあ、世界水泳と日本 の選考会みたいなのですね。それで勝つと報奨金とか賞金とか。いや、それはですね、ないんですよ。ないんですか。ないです、ないです。パラリンピックだとあるんですけど、4年に1回だけじゃないとないですね。あ、そうなんですか、はい、続けていくにあたってモチベーションはやっぱり一つ一つのレースを勝つっていう。はい、また1日の中で、はい、何をやってる時が一番こうなんか好きですか。いや、風呂入ってる風呂やっぱ水の中なんだ。いやいや、布団の中か風呂の中。風呂の中リラックスしてる時ですね。そうですね。ああ、そうですね。朝そうですね。昔寮で泳いだね、大きな風呂ね。あ、寮の時は風呂大きかったですね。泳いだんですよね、確か。泳いだというか、まあはしゃいでただけです。ちなみになんか好きな娯楽ってあります。娯楽はですね、将棋。将棋って将棋って将棋ってそうなんですか。将棋かな。へ
どうやってイメージするんですか。あの板を親父が作ってくれたんですけど、その枠を割り箸みたいなんで触って分かるようにして、でコマにもシール貼ってどれがどのコマか分かるようにして、まあ、小学校の時にやってたんですけど、で大人になってからは、うん、あの今はアプリです。アプリ、パソコンでなんか点字が出てくるパソコンがあるんですけど、はい、それ使って、それは結構あのイメージしながらやらないといけないので頭に覚えないと、ね、頭に覚えながらなんですけど、うん、すごいね。相手の手とかも出してくる手とか、いやそうなんですよ、一応表示はされるので、はあ、何を刺したか、どこに何を置いたかっていうの分かるので、はあ、でもまあ盤面全体はイメージしながら、結構大変なんですけど、もう対戦相手がこうね、ズルしてもそうなんですけど ね、もしまあまあ僕は基本的に人のことを信じて生きている。素晴らしい。素敵だ。そうだね。この下手なことについて。将棋か。いやそんな強くないですよ。暇な時にやってるぐらいだもん。音楽とか。音楽はそんなに聞いてないですね。あ、そうなんですね。なんか耳って普段研ぎ澄まして生活をしてるから、はい、リラックスしてる時は音がない方がいいとかですか。いや音は。なんだろう、テレビとかがついてます。あ、そうなんですね。はい、ワイドショーとかがついてます。そうなんですか。ワイドショー何がすごいですか。何だろうな、何でもいいんですけど、もう聞いてるようで聞いてないような感じですけど。どんな番組出たことがあるんですか、バラエティーだと。スポーツ番組ね。スポーツ番組は多いですけど、一番大きかったのは踊るさんま御殿。あ、マジですか。それが多分一番大きかったです。どうですか、さんまさん。いや、緊張して疲れました、なんか。あ、そうなんですか。いつ話振られるかわからないですし、はいはい、突然飛んできますし、みんな言うね。で2時間半ぶっ通しで収録するんですけど、もうほんと水も飲まずに、そうなんですか。2時間半すっごい疲れましたね。休憩入りますかないですか。ないです、ないです。わお。もうその VTR が流れてる数分が休憩みたいな。その時水飲ましてくれないですか。なかったですね。もうなんかその間も出演者の言葉は拾ってるので、だからきつかった。一日水分ってどれぐらい、水分どれぐらい取るんやろ。え、絶対お水とか決まってるんですか。いや、何でもいいんですけど、もうコーヒーも結構飲むので、なんかコーヒー飲むとすごいトイレ行きたくなるんですよ。だから水飲まないといけないみたいで。水とはもう切って切れない縁ですね、これ。実家に帰ったりすることもあるんですか。実家、お正月は帰りました。でも年2回ぐらいですけど、向こうで例えば試合があったりとかイベントあったりしたときに寄るっていうか。でも基本若い頃からもうずっと一人で。そうですね、はい。寂しいとかないんですか。慣れました。まあ寮とかは別にもう一人ってわけではないので、友達とずっと一緒なんで楽しかったですけど。ちなみに今日の朝何食べてた。今朝はトーストとスープとあんドーナツ。完食とかしますね。完食もします。何食べます、何好きですか。なんかしょうもないですよ。アポロとか食べてます。甘党なんですか。あ、そうなんです、うん、チョコあります。あ、大丈夫です、今まだすいません、なんかすごいお気遣いいただいてしまって、うん、甘いの何が一番好きですか。チョコレートも好きですし、うん、でも和菓子も好きなので、うん、羊羹とかも食べてますね。甘納豆とか。甘納豆はあまり。いや、あんま食べたことがないかもしれない。お好きなんですか。もうただの砂糖って感じですけど、美味しい。珍しいですね。本物の納豆、普通の納豆は食べますか。嫌いなんですよ。嫌いなんですか。ネバネバが嫌だと。なんか匂いじゃないですか。匂いもそうですし。確かに。苦手ですね。あれ西の方でしたっけ。そうです、はい、そうですよね、滋賀県の。俺もそうだったんだよ、子供の頃。あ、そう、納豆の存在知らなくて。そう、臭いですよ最初見た時に。これ、腐ってんじゃん。まあ、実際腐ってるんですよね、うん、これみんな食べてる大丈夫っていうぐらいに思った。いつから食べれるようになったんですか。無理やり食わされた、奥さん。これ食べさされて、でそこでそのね、美味しい食べ方を開発をどんどんしてて。何なんですか、美味しい食べ方。あのね、たくあんを刻んで、昆布、小餅昆布みたいなとかある、しそ昆布、それを刻んで、ネギもたっぷり入れてかき混ぜると、たくあんの歯ごたえと
昆布のその旨味と混ざって、ほとんど納豆の味というよりも他の味で美味しい。でも納豆って何でも合いますよね。しらすとか入れても美味しいし、キムチとか入れても、砂糖とか入れたことありますね。北海道結構砂糖で、そうなんですね。もうそのまま入れるんですか。砂糖甘納豆じゃないですか。それただの甘納豆です。それご飯にかけるんですか。だと思います。今私やらないんですけど、ちっちゃい時はやってましたね。まあ、北海道の納豆って美味しいですもんね。違うんですかね。なんかやっぱりあの大豆が北海道産じゃないですか。東京でも北海道産の大豆使用とかに飲むんですよ。あとオリーブオイルを入れると納豆が別物になる。そうなんですか。急にね、イタリア料理っぽくなるんですよ。納豆の独特の匂いってあるじゃないですか、発酵した、あれがね、なくなるんですよ。で、味も急に激変する。ちゃんとその西洋のものになるんですか。西洋のものになっちゃう。納豆はもう美味しすぎて、納豆にオリーブオイルってもうなんかすごい健康食品ですよね。でしょ。なんか木村さんがもう俳優みたいになってきた。そうですね。彫りが深いからね。え、めちゃめちゃかっこいい。純日本人ですよね。そりゃそうですよ。なんかちょっと海外の血が。いやいやいや、もう入ってても不思議じゃないよね、骨格が。そうですか。彫りが深くて鼻高いし、彫り深い。滋賀県と滋賀県の間に生まれました。滋賀県で琵琶湖でしたっけ。そうです、琵琶湖で泳いだりするんですか。まあ泳ぐっていうか水遊びをよく行ってましたね。海がないので夏遊びに行くってなったら、まあ、琵琶湖多かったですね。冷たいですか。冷たいです。冷たいですよね、はい、湖は。休みは何するんですか。もう家でぼーっとしてますよ。テレビ見てお茶飲んで甘いの食べて、甘いの食べて。今日の朝のスープは何スープですか。すごい聞く。朝のスープ。もう興味津々な。いや、そんな卵スープ。でも気になったのがトーストって言ったじゃないですか。はい、トーストの次にアンパンですか。アンドーナツ。アンドーナツ。ちょっと足んねえなと思って。そのトーストは何味だった。しょっぱい系だったんですか。そうですよ。それはあのベーコンとチーズですけど。なんかたまにチーズに蜂蜜とかあるじゃないですか。あ、ありますね。ちょっとこれで口。そこまで甘党じゃない。でも結構甘党なイメージがするんですけどね。そうか、わかる。ちょっとオイルをつけて、最終的に。これはオイルなんですか。そうですよ、ヘアオイルです。これで固まるわけではないってことですか。固まらないです。ツヤが出る。そうそう、ツヤが出るのと、あとあの毛先のまとまりですね。毛先のまとまり、そうそう、一本一本がばらけるじゃないですか、はい、ヘアオイルつけてるのは。はい、でそれがこう束になってくれるっていうんですかね。まとまってくれるので、髪の毛の動かしたというか、この一束一束が表情が出てくるんですよね。はい、はい、水から上がった後、髪の毛がこう濡れてると、なんか手口を入れたらそのまま毛流れがついたりなんかするんですね。はい、それをオイルでやるって感じですかね。ちょっと濡れた感じの雰囲気になるって感じですかね、はい、オイルつけると。かっこいいです。かっこいい。おお、かっこいい。おお、かっこいい。もうそうですか。いいじゃん。タラルトだったらこの強靭な肉体が出てくるから。じゃあちょっと終わりました。はい、ありがとうございます。はい、では着替えていただいて、はい、やりますか。胸を膨らましたままお腹っていうかその息を、うらっ、うわ、ちょっと髪の毛お願いします。冷たくないですか。大丈夫です。もちもちまい、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 
ケー、持ち前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 、もう一回そうそうそう、もう一回できよーっていくぞ。オッケー、もう一回、オッケー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 、すごいすごいすごい、オッケー、そうそうそう、ない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 ぞ。わー、すごい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 、もう一枚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 、オッケー。オッケー。行き過ぎ、行き過ぎ、おー、素晴らしい。行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ、行ありがとうございました。ありがとうございました。これからはまずは6月に世界選手権でポルトガルの方に行くんですけど、そこでいいパフォーマンスができるように頑張りたいなというふうに思ってます。あとはいろんな人にパラスポーツとかパラ水泳を見ていただければ嬉しいなというふうに思っているので、どんどん広めていけるように頑張りたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。次のパリオリンピックに対する抱負をお願いします。オリンピックはちょっとまだ分かりませんけど毎日1日1日大切に過ごしていきたいなと思ってます。はい、ここのスタッフ全員応援していますんで、ぜひ次も金メダルをいっぱい取ってください。 ありがとうございました。去年の8月に闇を泳ぐという本を書かせていただきまして、こちら僕の今まで生きてきた人生で出会ってきた人たちとの楽しいエピソードをいっぱい書かせてもらっていて、東京パラリンピックの直前に書かせていただいたので、パラリンピックの時の話までは入ってないんですけど、そこに至るまでのトレーニングのこととか、あとは目の見えない人ってこういう生活してるんだなっていう話も少し書かせてもらっているので、ぜひ手に取っていただけると嬉しいなというふうに思います。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。返事が思ってるから、これいいっすよね。動画？はい。ちょっと、ね、そう。
静止画も。これ長いの？ありがとうございました。ありがとうございました。また髪の毛、お願いします。はい、当分今日来たから当分大丈夫だと思います。はい、また電話します。はい。ありがとうございます。もう一枚。ああ、ギュッと力入れて。